はい、はい、最近見えるのは多いですね。四日市あって、そうですね、また4月も、そうです ね、はい、前回の2月の四日市はね、ちょっと予算半回で、ただその後ね、しっかりと決勝進出で、まあ、広島はそのね、さっき予選2がちょっと長澤さんマークだったんですけどね、ちょっと、はい、長澤さんも苦しくて、そうですね、うん、この辺りの対処もうちょっと、そうですね、自力がなかったんで、そこでちょっと大敗した部分があります。決勝もね、こうマシモさんのマークの競争で、そうです ね、 ね、あれはちょっとラッキーだった。中3日ですけど、どうですか疲れは。全然なかったんで、はい、1日だけ休んで、はいはい、普通に練習してきました。そうなんですね。みんなに聞かれると思うんですけど、こう旦那さんもね、はい、両立っていうのは同じ女性から見てすごい大変なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、もうだいぶな、うん、1年経つんで、うん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 、だいぶその練習とプライベートを分けれるようになって、はい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 、充実してます。お料理もしっかり作ってらっしゃる。まあ、できるときはやっぱ家開けることが多いんで、なかなかゆっくり作ることができないんですけど、うん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 、ちなみに得意料理はありますか？美味しいって言われたものとか。ハンバーグ、はい、はい、好きって言ってます。ハンバーグの何味ですか？もう普通に煮込みハンバーグ。あ、なんかいいな。